アイデイリーによると、キム・インシク監督が率いる韓国 WBC 代表チームは3月9日、ソウル・コチョクスカイドームで行われた2017年 WBC 1次ラウンド、プール A 台湾との最後の試合で延長の末に11対8で勝利した。韓国は1次ラウンドを1勝2敗、台湾は3敗で大会を終えた。韓国は1回から先制に成功した。先頭打者ミン・ギョンホンが台湾のエース、チェン・グアン・ユーを相手に右フェンス2塁打を放った。イ・ヨンギュがバント失敗した後三振で退いたが、パク・ソンミンがライトにタイムリーヒットを飛ばした。イスラエル戦5回以降、15イニングぶりの得点だった。ただし2塁まで走ったパク・ソンミンはアウトになった。続く2回表はビッグイニングだった。韓国バットが火を吹いた。ヤン・ウィジ、チェ・ヒョンウの連続安打。キム・ハソンの死球で1万塁のチャンス。続くソ・ボンチャンがライト線2点タイムリー2塁打を放った。ミン・ギョンホンの犠牲フライでさらに1点追加し、イ・ヨンギュの右前安打でソ・ボンチャンもホームを踏んだ。チャンスはここで終わらなかった。パク・ソンミン、イデホの連続死球で再び満塁となった。イデホは頭にボールを受けてグラウンドでしばらく起きられなかった。その後ソナ・ソプの内野安打でイ・ヨンギュをホームに呼び入れた。韓国は2回だけで5点を取った。2回裏台湾の反撃が始まった。1号2塁打と安打の後、チェン・ヨンジーの内野ゴロの間に最初の得点に成功した。リン・クンションの内野安打、リン・ジェシュエンの死球で満塁のチャンス、フー・ジンロンは右前的自打で2点を挙げた。韓国は4回に追加点に成功した。1号イ・ヨンギュ、パク・ソンミン、イデホの3連打で1点を加えた。イデホは今大会初の長打で先発全員安打を達成した。続いてソナ・ソプの犠牲フライでパク・ソンミンがホームを踏んだ。8対3と韓国がリードを広げた。すると台湾は4回裏1、1塁で9番打者リン・ジャシュエンの2点本塁打で再び3点差とした。6回2、1、2塁でフー・ジンロンとチャン・ジーハオが連続的自打で徐々に韓国を追撃した。そして7回、最終的にチェン・ヨンジーの的自打で勝負を振り出しに戻した。9回2、満塁で得点に失敗した韓国は、すぐに危機を迎えた。9回裏に登板したイ・ヒョンスンが先頭打者チェン・チーシェンに2塁打を浴びた。韓国ベンチはすぐにオスンハンを挙げた。オスンハンは2奪三振で失点を防いだ。危機後にチャンスが訪れた。韓国は延長10回表1号、オジェオン、ソナソプの連続安打で1、3塁のチャンスを作った。続くヤン・ウィジがセンター奥に犠牲フライを放ち、8対8の均衡が破られた。そして代打で出たキム・テギュンが左中間越えのツーランホームランで勝負を決定づけた。これに何の意味があるの？意味はある。4位は予選から行わなければならない。幸いなことにこれは避けた。オスンハンだけが本当に韓国国家代表。最悪だった。本当にこれは何の意味がありますか？ただの精神勝利程度か、脱落したことには変わりない。これは何？勝っても恥ずかしくなる。マウンドに対局記差しとけよ、笑い。マウンドに対局記差しとけよ、笑い。今回の大会夢を見るのは同じであまりにも失望もたくさんしたし、あまりにも気に障った。10回表パクコンウの打席でキム・テギュンが出た時、むしろパクコンウに大会経験をさせるべきだった。信じられなかった。以前の野球国家代表は負けても拍手することができたが、今はもう勝っても拍手したくない。いっそすっきり参拝してこそ世論の同情が得られて精神を整えられたのに、笑い。オスンハンは勝って韓国は負けたと評価したらいいですか？投打のすべて KBO レベルがどれだけ低いかを示した試合、オスンハンがなぜメジャーリーガーであるかを見せてくれた試合、台湾リーグと別段差がないということ、予想通り優秀のびき字が出ることになったが、国家代表様お疲れ様でした。私が見た勝利の中で最も意味のない勝利。昨日オランダ相手に大変な試合をした台湾と、ぐっすり休んだ韓国の試合、オスンハンを使ってかろうじて勝利、笑い。編集所感。韓国が劇的な勝利を挙げた一戦であり、今回のソウルラウンドで最も盛り上がった試合となった。2回に6点を挙げて一方的な試合になると思われたが、締まりのない投手陣とチャンスを作るも中盤以降追加点を挙げられなかったためグダグダな試合に移った。今日も投手陣は制球に苦しむ姿を見せた。私は先発のヤン・ヒュンジョンは球が走っていてようやく良い投手が出てきたと思った。
何でも KBO を代表する左腕投手らしい。序盤に4者連続三振を記録して幸先の良いスタートを切ったが、ちょっと球が浮き気味でそこを狙われて連打を浴び、まずい守備が重なってあっという間に3点を失った。中盤以降は出てくる投手が次々と失点してじりじりと追い込まれた。どの投手にも言えるのがそれほど制球が良くなく、失投を捉えられるというパターンだ。おそらく韓国野球全体がこのようなパターンなのだと思う。何でも韓国野球はストライクゾーンが狭めで、ストライクを取りに行く球を狙い撃ちされる打高投低なリーグらしい。メジャー出身はものすごく広くストライクを取るのにそれをうまく使えていないという指摘が上がっていた。放送局ではゆとりストライクゾーンだとか言っていたかは知らないが、たびたびこれをストライク取るのかと天井からの画像とボールの軌道を見せて主審に不満を言っていたに違いない。いずれにせよ際どいところに狙って投げられないので広いストライクゾーンをそれほどうまく使えたという感はなかった。以前阪神に在籍していて今はカージナルス所属のオスンファンは9回のピンチに登場し、見事に抑えて切り抜けた。10回も圧巻のピッチングで勝利に大きく貢献した。台湾は4死球という荒れ具合で、2回にはイデホが側頭部に死球を受けた。別に危険球退場とかはなく、投手はそのまま投げ続けた。頭部というか頬の当たりで耳当てに守られたわけだが、韓国ベンチも大事を取って下げることなくイデホを使い続けた。どれだけ選手がいないのか。白熱した試合のように思えるが、実際はどちらの投手も締まりがなく、ファンでもない私にとってはとにかく苦痛な試合だった。この2チームがなぜ2連敗したのかがよく分かった。投手だけの問題ではない。もっと一つ一つのプレーを大切にし、より高いレベルを目指さなければならない。そう感じさせる内容だった。チャンネルへのご登録をお願いいたします。パソコンの方は画面中央のボタンをクリック。スマートフォンの方は画面下のチャンネル登録ボタンから